これ暑くなっちゃいますね。そうですね。僕も暑くなると思って早めにさっき来たら何にも見えなかったんですよ。皆さん早くから歩いてますね。いつ来てもここは結構明日土日あたりはまた大変です。大変ですよね。僕は東京から来てるんだけども、東京34度だって言うから、どっから来られました？僕は地元の。あ、地元ですか。あ、じゃあ。龍ヶ崎市っていう。あ、龍ヶ崎ね。あ、来た来た。女性が来ましたよ。そうですね。今日は見えませんけどね。こんな感じなんですね。すごい景色見えるよ。ちょっと見えるね。こっちこっちこっち。これまで。山ガールだね。すごい。怖い。やばい。すごい。どっから来ました？埼玉です。埼玉どこ？埼玉の川口です。あ、川口。はい。あ、じゃあ車で来たの？車で高速で来ました。で、通じ玄関？登ってきたのどこ？なんだっけ、白雲コースの、あの神社のところに駐車場止めて。あ、じゃあ、あれだ、三雪ヶ原コースだ。そうです。そうだね。一番きついんだよ、あそこは。あ、そうなんですか。誰もいなくて、ちょっと心細かったよね。あそこが銀座通りですよ。あ、でも気持ちいいね、ここ。気持ちいい。さっき、1時間ぐらい前は何にも見えなかったからね。すごい、雲の上だ。怖いね、ここ。今見えてるね。どこですか？ あれですか？あれそう？雲が上にかかってる。あ、あれがそうだ。あれ富士山なの？そうですね。ちょうど見えてる。雲が下がったから。あ、本当だね。あ、見える。今日は富士山の頂上、多分暴風。写真撮ろうか。